日はですね、はい、テコの原理をまたやっていきたいなと、はい、テコの指定やけどな。まずは左手を指定にして、左を動かさないように右手でエイと返してください。中華重たい重たいね、おい、そうだ、おい、重たいね、はい、右手を指定にしてあげて、左を下にこう入れ込んでいく力を使うと、うん、もうほんとくるっと回っちゃうわけです。はい、これをゴルフスイングにも取り入れていきたいなっていう、うん、皆さんこんにちは、部長のリーです。ゆきです。ウェッジ3本持ってどうしました？はい、今日はですね、はい、テコの原理をまたやっていきたいなと、はい、テコの人やけどな。なんかね、私の想定していたところとは違ったところがバズりまして、はい、そうそう、あれ想像以上ね、あれはそんなにいかないって思ってたよね、私ね。テコの原理の動画がマブリゴルフ部の動画の中で一番再生回数が、まあ、多い、はい、人気動画でございます、はい、なってて、はい、まあ、レッスンに、ね、いらしてくださった方もそこら辺聞いて、はい、見てますよね、はい、はい、ところなんで、まあ、やらせていただいてるんですけれども、はい、そこをちょっと補足していきたいな、はい、もうちょっと詳しくね、そう、詳しくやっていこうかな、はい、で、まずは、うん、ウェッジ3本、はい、はい、まあ、ウェッジじゃなくてもいいんですけどね、重たいクラブ、はい、ちょっと欲しいなというところで用意しました。はい、じゃあ、みゆきちゃん、これを持ってください。ないよ。まずは、テコの原理ってどんなものだったっけっていうのを体感してもらいたいと思います。はい、じゃあ、これを、まあ、胸の前に持ってきて、うん、もうちょっとくっつけようよ、はい、で、もうすでに重い重たいでしょ、重たい、もうすでにヘッドがこう下がる、はい、頑張ります、右腕、はい、はい、これを左にこう返してもらいたいんですけど、その時にまずは左手を支点にして、うん、左を動かさないように右手でエイと返してください。中華重たい重たいね、おい、ちょっと、おい、重たいね、はいはい、これ相当腕力使いますよねこれで右腕がむちゃくちゃしそう、かなり重たい、はい、重たいです、ね、まあ、女性の方だとね、まあ、みんちゃんトレーナーなんで筋肉あるんで返せますけど、結構重いよ、俺しんどい、しんどいレベルですね、うん、そうそうそう、じゃあ今度は右手を支点に、はい、左を下にこう入れ込んでてください、はい、そうです、右を支点に、はい、そう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 、めっちゃ軽くない？めっちゃ軽い、はい、めっちゃ軽いですよね、いくいくいく、はい、これね、実際やってもらうとより分かりやすいと思うんですけど、はい、テコの原理って要は支点が真ん中にないとテコにならないわけですよね、釘抜きとかですね、そう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 、でこれを右手を支点にしてあげて、左を下にこう入れ込んでいく力を使うと、うん、もうほんとくるっと回っちゃうわけです、はい、これをゴルフスイングにも取り入れていきたいなっていうのが、うん、このテコの原理を使った話です、はい、です。で、今ね、こうやって右手を支点に左を下に入れていくっていう動きをしたわけじゃないですか、した、うん、ね、こういう動きだよね、うん、じゃあそれをゴルフスイング的にやっていこうとしたらどういうことかっていうと、今起き上がってるのが前傾してる状態になりますよね、はい、で、この前傾してる状態で今やったのと同じく左を下に入れていけばいいわけですよ、こういう動きです、おう、こういう動き、うん、普通はゴルフスイングっていうと左もこっち側に回ってきますよね、うん、で、結構こう肘引けちゃってる人とかいますけど、うん、むしろ逆なんです、こう打つ瞬間に左を反対側に入れていくんです、で今、まあ、この正面でこのこういう風にやってるんで、うん、横から向き変える、タイミングが分かりにくいかと思うんですけど、はい、実際に打つときにはトップ作ってダウンスイング降りてきた、もうここら辺からギュンってギュンって変える、はい、っていう動きを取り入れていきたいです、はい、はい、でね、これをまあ、やっていただきたいんですけど、うん、当然今ぐらいの動きで打ったら、うん、左に引っかかる球出て
当たり前です。はい。で、まあそう、大きいこっちになってそうやね。いろんなドリルの時に私繰り返し言ってますけど、ドリルっていうのは極端に、そう、極端にやってなんぼですよね。そう、はい、癖をつける、脳の感覚を書き換えていく作業です。はい、だから実際にコースでね、球打つときに、よし、てこの原理使うぞっつって、左下だーみたいな感じに、ギュインなんてやったら、はい、いい球打てないですよ。チーピン？チーピンしか出ないと思います。はい、だし気持ちよくやったらね。まあまあそうね、そんなとこばっかり考えたらね、そらそうやわ。だから、無意識でゴルフスイングしてくださいっつって、気持ちよく振ったときに、肘がこうやって抜けてっちゃったりしてヘッドも走らないという人が、自然に振った時にもヘッドが走る、はい、この肘の使い方を覚えてもらうために今やったぐらいですね、うん、極端に左肘を下に入れていくっていうドリル練習をやってほしいので、はい、でこれね、ちょっとじゃあ後ろから、はい、後ろから見てもらいたいんですけど、うん、まあ、さっきのね、テコの原理、こう左を下に入れっていうね、ね、うん、こういう動きを入れていくわけですけど、こういう状態ですね、うん、でこの時にクラブヘッドの位置、ダウンスイングで手元が腰の高さに降りてきた時のクラブヘッドの位置が、これ今平行です、まっすぐ、だいたいね、でこれ前に出ちゃってる状態、うん、でこれ逆にインサイド、後ろに残ってる状態、うん、じゃあどれが一番テコの力を強く使えるのか、まあ発揮できるからですよな、って考えた時に視点がここなわけですから、うん、クラブヘッドが後ろにあればあるほどこういう大きなテコが使えるってわかりますか ね、 ね、船こうやって例えば漕いだりするっていう時も、うん、ね、これ後ろからこうやった方が大きく漕げるわけじゃないですか。だからここが大きければ大きいほどこういうテコが強く使えるわけですよね。だからヘッドがダウンスイング前に出てきちゃってる人、アウトサイドからカット打ちになってる人っていうのは、うん、このテコがほとんど使えないんですよ。ヘッド柱のやつ、こっちにないとテコがビヨンと使えないわけですよ。こう後ろから見ててヘッドが動いてる距離が全然違う。全然違うでしょ。全然違う。だからこそあのインサイドから下ろすっていう形を作ってほしいっていうのも、まあ、飛ばすためにね、ここにも関わってくるわけです、うん、はい、まあ、そもそも横から打たないとボールスピード出ないですよっていう話を、うん、まあ、別の動画でも散々言ってきてますけど、はい、まあ、それとは別にこのテコの力を使うためにも、うん、クラブヘッドはもう後ろ、ダウンスイング横ではないです、もう後ろにある状態、45度ぐらいですね、斜め後ろにある状態で脇もちょっと開いてる状態からね、そう、ダウンスイングでもここで脇締めないとって、うん、すぐこう締めちゃう人いるんですけど、うん、実際にスイングするときにはちょっと開いてないとここを締められないですよね、うん、開いてるから締める動きができるわけで、うん、最初から締まっちゃってたらもういかない、使えないじゃないですか、うん、なので、ちょっと空いてるのがベストです。で、グイーンと、そう、グイーンと、はい、で、もう練習の時にはできるだけ右サイドでスピードを出してきたわけですよね、うん、これはもう散々他の動画でも言ってるように、右側でスピード出さないとヘッドスピードって上がらないです、はい、で、当たった瞬間にもうボールって飛んでっちゃってるわけですから、そうそう、その後ろで頑張ってもしょうがない、フォローする側で頑張っても飛距離は出ないですよっていう話をしてるので、はい、右側で振る、こういう状態ですね、うん、とで、この時に、はい、ドリルとしてはよくあるのが、体がこうやって一緒に回っちゃうと、うん、ここで止めてほしいです。ドリルだからないように、ドリルだから、ドリルなんてこういう形を作れるように左肘をこっちに入れて、はい、右手支点でグイン、グインとこうならないでね、はい、はい、これを徹底して練習してもらうと肘がこういう風にチキンウィングならん、もうチキンウィングにならないわけです。あ、でね、ちょっとね、うん、で、その肘の使
使い方ができると、例えば今これ肩から肩まで手元をね、肩から肩まで振ってますけど、これクラブヘッド結構走ってます、めっちゃ動いてるしかもね、手元はそんなに大きく動いてないんだけど、ヘッドはすっごい動いてますね。でそれを今度もう一回ちょっと振りますけど、意識して見てもらいたいのが、左肘ここがこういう風に流れてないんですよ、今の振りって。左肘はもうなんか正面ぐらい止まっとる感じね。そう、まあ、今のは極端にこういうドリルだったわけではないんですけど、うん、要は肘がこう左に流れて開いていっちゃうと、うん、クラブヘッドって走んないわけですよね。こういうなんかね、ヘッドが見えるずっとでもさっきのだとヘッドは見えない感じがする。ヘッドをビューン走らせるためには左肘が止まらないといけない、うん、でもっと言うとそのてこの原理を使って反対側に入れ込む、はいはい、ということで、はい、今日はですね、はい、てこの原理を使った、はい、練習ドリルのご紹介だったわけですけれども、はい、これねひたすらやってほしいですドリルなんで、はい、癖をつけたいんで、はい、例えばね10球20球打って、はい、あもう満足したっていうことじゃなく、100球200球、はい、300球500球1000球と打ち込んでください。はい、で意識しなくても、うん、肘がうまく動くようになるところまで持っていくのが最終的な目標です。はい、コースでこんな風に肘を入れて打ってくださいって言ってるわけではないんです。無意識でできるようにするっていうのがねドリルの目標なので、はい、で右サイドで、はい、クラブヘッドを走らせてスピードを出していくっていう感覚をね、はい、覚えてほしいなと。はい、前のなんだっけな、切ってから、あ、切ってから回る、はいはいはい、あの、例えばね切ってから回る、こっちで切ってから回るんですよと。はい、やった。回ってから切るんじゃないよ、遅いですよ、遅い、どれだけこここっちで切れるか触れるか触れるか、はい、っていう話になっていて、はいはい、これめっちゃ重要な練習なんで、はい、腕振ってくださいって私よく言うでしょ。ああ言うね、言うね。でトップからインパクトまでの右サイドで一生懸命腕振り起こしましょうって言うんですけど、腕をうまく振れない人って結構いるんですよ。うん、そういう人たちっていうのは、はい、要はもうこの肘引けちゃってたりとか、うん、肘のこの使い方がうまくできてないから詰まっちゃって腕振りたくても振れない、なくなっちゃってる、ね、じゃあまずはきちんとしたこの触れる状態の肘の使い方を覚えてもらって、はい、うん、でそれをすれば右サイドで腕振って練習した時にも、うん、もっともっと効果が上がってきます。お、はい、ぜひぜひやってみてください。まあ、タブータンでも素振りでもね、あ、そう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 、いいね、うん、ぜひやってください。球打って実際に左に曲がっていく球ガンガン振ってもらっちゃってもいいですし、それはちょっと抵抗があるなっていうんであれば素振りでもいいです、ね、ぜひ、はい、素振りで、はい、重たい方が分かりやすい、あの最初はそのてこの、あ、つかむのは重たい 2,3 本でグインとやってもらうといいかなと。でグリップも離して、そうスプリットハンドでやるとよりこのてこの感じが分かるんで、うん、で最終的には普通のゴルフのグリップで握ってもらうという感じでやってみてください。ぜひしつこくしつこくやってください。しつこくやってください、はい、まあ、動画でね撮って、まあ、自分で動画で撮って、ね、こうなってないかとか、ちゃんとこっち側でできてるかとかいうの確認をね、正面から撮れるのがいいよね、これはね。そうですね、正面と、まあでも後ろからでもいいから、うん、後ろから撮ってポイントは2つ、はい、1個はダンスインドのこのヘッドがどこにいるか、ヘッドが前に出てきてないか後ろにあるかっていうのがポイントです。はい、あともう一個は打った瞬間
この形になってるか、うんうんうん、こういう風に回ってっちゃってないか、止まってるか、絶対体開かないで正面のまんまで触れてるか、確認ポイント、肘入れ込んでいく、はいはい、ぜひやってみてください。どうぞ確認していただくのが一番いいと思いますので、はい、動画チェックでやってみてください。さあ、まんまりゴルフなんですけれども、公式の SNS アカウントがあります。 Twitter と Instagram やっておりますので、そちらの方をチェックしていただいて、リツイートとかシェアとかしていただけるといいかなと思いますので、はい、お願いします。そして皆さん SNS もしやられてるんであれば、ハッシュタグまんぶりゴルフ部で投稿していただけると、私たちハッシュタグ検索をして、はい、いろいろ見ておりますので、ぜひ投稿していただきたいなと思います。お願いします。お願いします。いいね、押しに行きますんで、行きますんで、はい、はい、ぜひお願いします。で、動画に対する高評価のいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。お願いします。このドリルやってみての感想、コメントなんかにもね、書いていただけると、はい、よしよしコメントお待ちしておりますんで、コメント頑張って書いて、はい、読んでおりますし、返事も頑張って書いておりますので、はい、コメントお待ちしております。質問入れていただければまたその質問を入れて動画ね、撮ったりもしますし、はい、中にはね、コメント入れない方がいいのかななんて思って入れてなかったんですよっていう方いるんですけど、どしどし入れてください。もっと入れていただいた方が、なんかこうね、一方通行切ないやんな、ね、コミュニケーション取れるんで、そう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 、そちらの方もよろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。また。